皆さんこんにちは、モラトリアムたまこで主人公の酒井たまこを演じました前田敦子です。たまこという女の子は大学を卒業したものの、就職もせずに実家に帰ってきてしまって、毎日お父さんの作ってくれる美味しいご飯とかを食べさせてもらいながら、漫画を読んだりゲームをしたり昼寝をしたり、もうぐうたらした生活を送っている女の子の話です。でも本当は自分の中ではいろいろこう考えたり、動こうとする気持ちはあるけど、うまく表現できなかったり、的外れな頑張りで空回りしてしまったりで、自分でもモヤモヤしてしまうっていう、そういう時期は、きっと誰にでもあると思います。そして、喧嘩ばかりですが本当はお互い思いやっている、父と娘の話でもあります。山下監督とご一緒するのは、区域列車に続き2作目なんですけど、今回は、私が演じることを前提に、酒井たまこっていうキャラクターを考えてくださって、それをこう何ですかね、一緒に監督と考えながら演じることができたので、すごくすごく楽しませて、自然に酒井たまこっていう一人の女の子を作っていくことができたと思います。そして1年間を通しての物語の中で、季節が移り変わるごとに、ご飯のシーンがあるんですけど、そこでこう季節に沿った食べ物のたまこの食べっぷりですかね、をぜひ注目して見てほしいなと思います。今年の夏は初めて本格的な舞台での演技の経験もさせてもらったり、あとは音楽活動の方も、まだ続けさせてもらってるんですけど、初めて野外ロックフェスっていうものにも出演させてもらって、本当に今いろんなことやらせてもらえてるなって思うんですけど、これからもますますいろんなことをチャレンジしていきたいなと。そしてまたこう今回モラトリアムたまこを見てもらって、また違う私をスクリーンで見てもらえるように頑張りたいと思います。ぜひ待っててください。たまこというどこにでもいそうな女の子の小さな一歩を踏み出すまでの物語を韓国の皆さんにも楽しんでいただけるとすごく嬉しいです。ぜひ劇場でお楽しみください。前田敦子でした。たまこ、なんで大学行かせたと思ってんだよ。怖かったったら合コンやってんだって。いつだよ。いろんな人間がいるんだよ。たまこはたまこのままでいってんの。